7月22日です。今日衝撃的なニュースがありました。ちょっとまだ頭の中がまとまってないんですけれど、お話しさせてください。上沼恵美子さん、解決恵美チャンネル、突然の降板というニュースです。スポーツ新聞各紙報じてはおりますが、スポニチが一番踏み込んで書いてましたね。で、タイトル、女帝なのかと書きましたが、そうですね、関西における上沼恵美子さんという人の存在、そこに対するそれぞれの立場での気遣いというものが、この一連の騒動の中でですね、正直現れていますから、そういう意味では、小池百合子都知事とは違いますけれど、女帝と言われても仕方がないのかもしれませんけれど、僕は、そういうことではないというお話をしようと思うんですけれど、スポニチアネックスからまず事実関係、を読みます。関西の女帝と呼ばれる、そもそもそこから始まってますが、大物タレント上沼恵美子さんが司会を務めます関西テレビの長寿番組、25年の歴史に幕を下ろすことが分かりましたと。解決恵美チャンネルです。24日の放送が最後となるというのは、もう収録済みのものを流すということですね。で、6月、コロナの影響を様々受けていた後ですね、準レギュラーであったキングコングのカジサクこと梶原さんが集中攻撃を受けたと。あなた私におごりなさいとか、いろんなことを言われてですね。で、一度メンタル壊れたことのある梶原さんがもう何も言えない状態になってしまって、そのことがきっかけで、エミチャンネルも、そして、隔週でやっていた ABC のラジオ、心青天も、突然降板ということになったと。このこと。ごめんなさいね、あんまり、関東の人、なんのこっちゃらっていう話かもしれませんが、関西ではもう本当にもうえらいことなんで、今日はこの話続けます。で、突然すぎる終了の裏には何があったのかと。いうことですね。一応局としては、建前関西テレビは今年7月25周年を迎えたことを理由に挙げました。普通4月10月が編成替えですから、カジサックの6月をもって降板というのも本来おかしな話なんですけど、番組として一定の役割ができたと考え終了します。通り一遍のことを言っております。これは、たとえめちゃくちゃ大きな問題を起こして裁判に訴えられても、訴状が届いていないのでコメントできませんと、意気消々という企業と組織と全く変わらないですよね。人のことは放送局は突っ込んでいくわけですから、こんなことで視聴者側としては納得するわけはありません。ただ、上沼さんも、25年という長きにわたって解決エミチャンネルを1000回を超えて続けることができたのは、支えてくださった視聴者の皆様のおかげです。本当にありがとうございました。そのようにコメントしています。このスポニチの記事で読んでいくと、感謝しているのは視聴者の皆様だけとも言えるわけですね。スタッフあるいは局に対する感謝の言葉というのはここにないという読み方もできます。で、前代未聞の顛末と、複数の関係者によりますと、スポニチは書いております。問題の発端は、梶原の降板騒動、そらそうですよね、と見られる。梶原の態度が気に入らず、ここです。これは後からちょっと触れます。上沼が収録中に罵倒、その場面はお蔵入りとなり、梶原は上沼のラジオ番組のレギュラーも含めて降板を申し出たと。そこで上沼は騒動後、局側に、番組をもっと良くしたい、改めるところがあったら何でも言ってほしいと、官邸に上沼さんから言ってきたと。これが導火線になったというんですね。官邸は上沼さんと話し合いの場を持ちました。
番組をもっと良くしたい、改めるところがあったら何でも言ってほしいと上沼さんから言ったんですが、現場スタッフらの意見を伝えたところ、そこまで言われるんやったらやめてやると逆ギレとスポニチは書いています。うすうすカンテレの側もですね、問題の大きさとここまでのいろんなことを考えて、それもやむを得ないと思っていたのかもしれませんが、9月末まではやりましょうということを打診したものの、上沼さんは出演を拒否し、おそらく収録済みであったということでしょう。24日の放送分で終了することが突如決まったと見られるということです。スモニチはさらに、若い視聴者の取り込みを図るため今後どうするかといったことは懸案事項であったけれども、エミチャンネルはファンも多いし局側としても続けたいと思っていた、卒業セレモニーもないと聞いていて寂しすぎますと、局関係者、関係者団はどこまで信じていいかですが、現時点では総集編の放送予定もないと。で、カンテレはスポニチの取材に対しまして、上沼さんとの話し合いの内容の詳細は答えられない、終了を決めたのは関西テレビですと答えております。これは上沼さんに対する配慮とも言えますし、ラジオでもお話ししましたが、カンテレはこの話し合いの内容の詳細というのは、どっかで漏れるでしょうけど墓場まで公には持っていくつもりであるということなんだと思います。1995年7月10日にスタート、最終回で1056回を迎える。それが空中分解。視聴者不在のこんな形で終わりを告げるのが残念でならないと記事は締められております。で、おそらくですね、関東の人も上沼さんは当然 M1 の審査員として知ってますでしょうし、若い人たちに強烈なことを言った人、それに対して、若い漫才師が批判を酔っ払ってして、でもそれはうまく受け流してたなという印象の人、いや、もう千里マリの時代からよく知ってるよという方、それぞれだと思いますけれど、今関西でですね、女帝という言い方かどうかはともかくとして、しっかり視聴率という数字を持っていて、全国ネットね、おしゃべりクッキングもやってありますし、ちょっとまたテイストは違いますけれど、辛口のことを言ったり、和ませたりという和芸を多くの人が楽しんでいるわけですけれど、行き過ぎたと、それはそう皆さん思われますわね。で、僕が思うのは、女帝気取りで、自分の好き勝手して気に入らないことがあったら攻撃をして、で、その番組も責任取らずに辞めていくと、とんでもないと。その納得をどこまでオブラートに包むかは別として、みんなが今納得しようとしているんだと思うんですけれど、全然僕とはレベルが違いますよ、立場も違いますよ。ただその表に出る人がどういうふうな思いというか、あるいはそうですね、エネルギーを使っているか、エネルギー、なんていうんですかね、人間1対1で向き合っても、その相手の人ときっちりコミュニケーションが取れて、それが長く続いてっていうことは難しいですね。それを一対他、いわゆるマスメディアの中でですね、多くの人を相手に、
何万、何十万、何百万、いや、何千万という人を相手にして、その人たちに笑ってもらったり、喜んでもらったり、一緒に悲しんだり、っていうこと、その一人一人の心の中にあるぽっかりとした穴を埋めていくとかっていうことにかかる、パワーというかなんというか、それで結果を出した上でですよ、結果を出すということを前提に、それだけ多くの人のことを埋めていくっていうパワーは、これはまあ、裏方の人をバカにしてるという意味ではなくて、それぞれの役割なんですけれど、裏方の人が準備をしてやることと、表に出てそれをやる人間の出ていくパワーっていうのは、これはもう全然違うと僕は思います。僕はまあ、自分自身、制作会社の人間として、社長として現場のこともやる人間として、裏方の部分もやりますし、そして、出る側のもとも、まあ、ずっとやってますんで、やるべきことがまた違うんですけれど、まあ、上沼さんクラス、まあ、僕がお世話になった人で言うと、屋敷隆人さんなんかもそうですね。まあ、あの人は、もう先に行っちゃいましたから、うん。残念ですけど、ええとこでも、一番ええとこで行っちゃいましたから、こういうことは起こしてない。いや、でもまあ、昔、生放送で、味の素用意しとけ言うたやろ言うて、用意してやったら言うて、投げつけてですね、若いスタッフに言ってたのに、で、そのまま生放送のスタジオから出てったっていうようなことがありました。高橋さんがあそこまで大きな存在になる前ですけれどもね。うん、で、その時に、セットを手で殴ったら、その手が折れてしまったみたいなエピソードがあるんですけど、まあまあ、いわゆる芸人、それはお笑いだけじゃなくて、タレントという意味で、それは歌手とか、俳優とか、いろんな意味でのその芸人に世の中が何を求めるのかというところにも関わってはくるんですけれど、あれだけ多くの人に向き合うということのをやろうと思うとですね、本当に逆説的かもしれませんが、ガラスのハートが必要なんですね。いや、そうでない人もいますよ。そうでない別の形の芸人さんもいるとは思いますし、その結果を出している人で言っても、そらそのさんまさんならさんまさんの気遣いと準備とだかっていうこと、鶴瓶さんなら鶴瓶さんのやり方ともちろん違うんで、そこは個人差はありますけれど、でもまあやっぱり、僕はまあまあ、その人さらにしたらもう本当は体は大きいですけど、もう万分の一のことではあるんですけれど、ちょっとしたことなんですね。で、ちょっとしたことで傷つくんですね。でも、その一個一個が別にどうでもいいんです。そう、多分今後、おそらく上沼さんについて、ああだこうだっていう話が、おそらくいっぱい出てくると思います。うん。でそれはおそらく、すごい細かいことですね。まあ、今も言われているのは、その誕生日に何かを渡さなきゃいけないとか、ですね、もらったらどういう顔をしなきゃいけないとか、いろんなことを言われてるじゃないですか。で、確かにまあ現場としてはそういうことはあったと思いますし、それを苦々しく思ってた人たちもいたでしょうけど、でもまあ今こんなことになるからそれをバーって言ってるわけで、あるいは陰で言ってるわけで、
本人を目の前にしたらよう言えへんかったわけですね。今手のひらぐるっとこう返しとるんですよね。で局としては上沼恵美子っていうタレントをもうまあいや十分よいしょもして、でその能力、タレントとしての能力を発揮させてたわけじゃないですか。それを利用してたわけじゃないですか。それを今みんなコロッとこう変えようとしてるんですけど、それが僕はもう気に食わんですね。いやもう局としても上沼恵美子とはもう切るんだっていうふうにカンテレが思った上で今回の交渉をしてたらならわかりますけど、もし本当に恵美チャンネルを続けようとしてたとするならば、僕誰が今 P プロデューサーやってるのか知りませんけれど、もうそれはもうそいつのせいですね。ようコントロールせえへんかった。まあ番組はもうあくまでタレントのものでも視聴者のものでもなく局のものですから、局が商売でやってるもんですから局のもんなんですけど、でもまあ担当も変わりますけれど、その局の番組の担当として無能であったっていうことが今回の無様な終わり方になってるんだと思うんですけどね。そのぐらいまあ P の力というかやるべきことはあると思うんですけど、ちょっと話があちこち行ってますが、基本僕はだから上沼さん派ですっていうか、なんていうんですかね、その一個一個の細かいことを上沼さんがどうのこうの言ってるわけじゃないんですよ。もっと根っこの、もっと根っこのところの上沼恵美子が上沼恵美子として、視聴者にリスナーに、まあ、提供というかしていることのそのパワーの土台のところにある、彼女のしんどさとか、守ってほしいこととかっていうところ、それはもう絶対あるんです、絶対あるんですよ。でそれをできないっていうことがあれは女帝だって言われるんだったら、そんな誰も、あんな存在になれないですよ。まあとはいうものの現場レベルでは、まあカンテレさんも大変ですなと、ABC もどうすんの、読み手さんどうなんですか、まあ毎日は出てへんからねっていうような話がまあありますわね。そらそうなんですけれど、なんかこのままそういう表面的な週刊誌の見出しになる、ネット記事でクリックされやすいような、しかも書いてあることはめっちゃ薄っぺらいことっていうようなところで、上沼さん解決エミチャンネルが終わることを総括してほしくないなっていう、もう僕の今の段階の思いはそれだけなんですね。いや全然知らないんですよ僕、あの一視聴者一リスナーとして心の晴天とか聞いているだけの人間で、直接的なあのお付き合いというかっていうようなことは全くないですし、これからなんか別にそれですり寄っていこうとかいう気持ちがあるわけでも当然ないんですけれど、そうですね、ぜひあのそんなことを言う人もいると思って、今後出てくる上沼恵美子批判の嵐の情報、まあそれがもうおそらくバーッと出るんでしょうけど、僕みたいなことを言ってる人間もいるなということをお話ししたかったです。今日もご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録をしていただきまして、エミチャンネル登録をエミチャンネルではないですね、していただきまして、これからもご覧ください。ありがとうございました。